皆さんこんにちはアフターコロナ時代のマネジメント講座第3回テーマはマネジメントの落ととととし穴いいいうことで進めてまいりたいと思いますこちらは全10回のシリーズになっておりまして費用を頂戴しているマネジメントトレーニングの中からエッセンスを抜粋して皆様にお届けしております改めてでありますが自己紹介です 1995年に NEC に入社いたしまして2006年にリンクモチベーションに入社をしております現在は経営幹部上級管理職向けの研修トレーナーおよび弊社の契約講師の発掘採用を担当しておりますさて新型コロナウイルスの影響で日本人の就労感に変化が出てきたという話はこれまで2回ご説明をしてまいりました第1回は リンンモチベーションの経営哲学そこから人材や組織の新しいセオリーこちらをお届けしてまいりました第2回の前回はマネージャーとは何かということで組織の結節点とといいうことを皆様にお届けししてまいりまりた最近ですね少し話は変わりますがマネージャーの皆さんから少し悩みをお話をお聞きしております リモートワークによって部下の気持ちが見えなくなってきたとか突然の若手の退職以降なんていうのが声として上がるようになってまいりました一方ですねニュースなんか見てますと勤務時間が自由になってきたみたいな話だとか、まあ、机とかライトとかリモート手当てみたいなものが購入するための費用として当てがわれるようになったりあとはまあはたまたですね 退職しても一定期間は戻ってこられるような制度を整えていらっしゃる会社さんも出てまいりましたよくニュースで見るこのような施策というのは対個人向けの施策が大ございますただ一方でですね組織というものは個人とまあ組織全体ですねここのバランスが非常に重要になってまいりますリンカーンのモチベーションで申し上げますとワンフォーオールオールフォーワンという考え方ですが、まあ、こちらの考え方 まあ個人と全体、このバランスが大事ということでございます。ちなみに、個人という意味では、サイボーズさんという会社様、非常にあの有名かなというふうに思っておりまして、先日テレビで、このような個人のいろんな施策が紹介されてまして、社長の青野社長はですね、お話しされてて、非常に興味深いなというふうに思って拝見をしておりました。いろんな個人の施策あったんですが、最後は、 目的だとか理念で束なることこれが大事であるってことを言ってらっしゃったのが非常に興味深いなと思って拝見をしておりました他にもグーグルだとかいろんなさまざまなベンチャー企業がいろんな施策でですねマスコミに取り上げられてますが全てこれ個人向けの施策が取り上げられてるケースが多くございます なのでこちらの組織全体とのバランスというふうに考えた時にこちらにも着目する必要があるというところは一つ先に皆さんにお伝えできればなというふうに思います。でまずあの組織におけるマネージャーというものがそもそもどういう状態に置かれているのかというところを皆様にまずは解説していきたいというふうに思うんですがマネージャーというものは宿命的にさまざまな葛藤に置かれる、まあ、そういうものでございます。 まあ上下左右の結節点つながりにありますのでまあ上から横から下からいろんなことを求められるというのが特徴になっていますそのためマネージャーの解というのは無限にあり様々な葛藤に苛まれます例えば短期の利益と長期の育成を両立しなさいとかスピードとクオリティ両方どっちあるんですか例えば問われたりとか個別最適と全体最適とか まあこういったような様々な状況にこう置かれてそれが非常に葛藤の状態にあるということですね。これをリンクモチベーションでは5つの葛藤ということで整理をさせていただいております。まず1つ目ですが効率と能率というふうに書いてあります。効率というのは簡単に申し上げますとまあ全体ですね、全社の業績ですね、成果、業績これを効率と言います。 一方でで能率というののは個々人のモチベーションです。なので全体の成果を追い求めすぎてしまうと人のモチベーション下がっていくと一方で個人のモチベーションを重視すぎると生ぬるいサークル組織みたいなのになっていくとこのあんが非常に難しいということですね2つ目の葛藤は需要というのは簡単に言うと受け入れることということでプル戦略というふうに言えるかもしれません 一方で支配というものはまあ読んで字のごとくですが言い方を変えればプッシュ戦略というふうに言えると思います。まあ、マーケットにに対対対しし、しててももそそううううででですす部下が、まあ、どういスうスタンスで臨むのかというところが2つ目の葛藤として挙げられています。で3つ目が短期と長期ということで、まあ、短期のまあ利益ですねさっきも申し上げましたがそこに注力するのか長期の育成の方行くのかというところが葛藤の部分でございます。 で4つ目が論理と感覚というふうに書いてありますが論理平たい言葉で申し上げますとロジックですねでもう一つは感覚フィーリングというふうに言い換えることもできますなのでロジックばっかりでは面白くない一方でフィーリング感覚だけではよくわかんないこの塩梅もまだ難しいということですねで最後少し毛色が違います 文化と統合というふうに書いてありますが文化というのは組織というものは人が増えれば増ええれればるほど分かれていく宿命があります効率化を求めて分かれていくということですねそうすると組織には遠心力というものが働いていてバラバラになっていくという特徴があります一方でそれを防ぐためには統合というふうに書かれてますがこれは言い方を変えますと求心力ですね求心力 つななぎ止めるる力でですすねここれが大事になってくとということです先ほどサイボーズさんの例を挙げましたが、まあ、あそこの会社さんでいくと個人のいろんな施策をされていますが一方で目的だとか理念だとか統合軸がしっかりしている会社さんこれがうまくいっているということでございます。まとめますとこの5つの葛藤というものが常にマネージャーには直面させられるということになります。その葛藤を乗り越えるために 1つ目の考え方はでではなくアンドという考え方ですまず左側の絵が書いてありますがこれは品質かスピードかというふうに書いてありますがどちらかを立てればどちらかが、まあ、選べないというふうになっている時にまあなんとなくじゃあ品質かなとかなんとなくスピードかなってどっちか選びたくなるんですがそうではなく右側です。マネージャーが持たないといけないのは品質とスピードを 両方とも実現するためにはどんなやり方があるだろうかというふうに考えることが大事ということですこれを結節点として考えることが非常に価値があるということです言い方を変えますと左側のオアで考えているという考え方は従業員的発想ですねなんとなく最も,もらしいのではそうではないです結節点でいろんな利害関係者から求められるマネージャーには左側の考え方が えー、ダメで右側の考え方が必要ですということになります続きまして2つ目の考え方が51%のメリットと49%のデメリットという考え方になりますなので左側どちらの決断か正解かを悩んでしまう、まあ、こういうふうになりがちではあるものの実際には右側が必要になってくるということです51%のメリットと49%のデメリット でもう一つの選択肢が49%のメリットと51%のデメリットみたいな場面に置かれるってことですね。でこの時においしいところいっぱい残ってるんだけれども49%のメリットと51%のデメリットここを捨ててあえてこの51%のメリットの方に行くってことですね。 でさらに早く決めて動くことそれによってこの51%を 60%70% に高めていくことこれがマネージャーにとって大事ですっていうのが2つ目の考え方になります結論申し上げますとマネージメントの落とし穴これを乗り越えていくためにはマネージャーは決めて立つことこれが大事になってくるということですさらにこの中を3つに分けますとマネージャーは決めて立つためには1つ目 早く強くというのがキーワードとしての一つ目二つ目はマネージャーの覚悟意志が大事というのが二つ目です三つ目はその決めて立つことに対して部下についてきてもらえるように日頃から部下の信頼を獲得しておくことこれが三つ目大事なことになります、まあ、これによってマネージャーの落とし穴を是非乗り越えていっていただければなというふうに思います 次回はメンバーマネジメントの部下の意欲向上ということで皆様と一緒に考えていきたいと思います。それではご清聴ありがとうございました。